府県配置法律案に基づく26府県の領域区分赤線が新たな府県境、黄線が従来の府県境を表す府県配置法律案をもとに北海道と沖縄県を加えた28道府県の略図太線は現在の都道府県境、白点は道府県庁所在地と考えられる地点を表す府県配置法律案は1九百三年の日本に 存在した法律案。日本の45府県を合併して26府県へと削減することを計画していたが、成立には至らなかった。府県配置法律案は1902年、大日本帝国の内務省によって、交通機関発達の強府県区域の拡張を図るなどの理由から作成された。その内容は、府県成果における既存の十五府県を統廃合して十六 府県へととさせるるいうもののででああり19の県を廃止する計画であった具体的には東京府、大阪府、愛知県、福岡県などの大都市を要する府県が埼玉県、奈良県、岐阜県、大分県など周囲の県を九州合併するという様式が中心だった。1903年11月には閣議決定が行われた。 帝国議会への提出も決定しており、翌1904年4月をもって施行されることを予定していた。一方で、和歌山県など廃止する予定とされた県の多くからは、激しい反対運動が起こり、全国的な社会問題となった。しかし、1903年12月には、議会が解散してしまったため、本法律案は議会へ提出されなかった。さらに、 翌1904年2月には日露戦争が勃発した。結局この法律案が議会に提出、審議されることはなく、成立へは至らなかった。未成立から100年以上が経過した2013年、日本地図学会の斉藤忠光が本法律案について記載し、以後様々な媒体で法律案が紹介された。日本で最も大きな行政区画である都道府県は、 現代では47都道府県として広く国民に定着している。しかし、明治時代にはそれらが新たな組織としてにわかに発足したばかりであり、さらに短期間のうちに府県は統合や廃止によって激しい領域の変動を繰り返していた。そのため当時の国民にとって県という概念は急増された流動的なものであり、広く定着した存在ではなかった。 府県配置法律案が制定を目指された1900年代、初頭もそういった激動の時代からわずか10年余りが経過した時期であった。明治一新以前の江戸時代には日本の各地は幕府の許可の元大名が実行支配する領地により区分されていた。1868年、江戸幕府に代わって日本の大部分の支配権を得た新政府は 半籍奉還を行って、旧幕府の直轄地や一部の藩を政府の直轄地に変更した。それらの地域に、ふと、県を置き、その他の藩はしばらく存続とされた。全国は277の藩並びに33の府県による合計310の府、藩、県に分けられ、府藩県、三次の制とされた。続けて1871年7月14日には、 廃藩置県が施行された。すべての藩が廃止されて政府の直轄地となり全国には305の府県が置かれた。廃藩置県からわずか3ヶ月後の同年10月から11月にかけて大上官府国により府県の大規模な統合が命じられ305府県は75府県へと削減された。さらに1876年には 再度の合併により75府県から38府県にまで削減された。これは現在の46都府県よりも8県少ないものである。しかし、この38府県政への統合は地域性を無視しているとされ、廃止された県を再び独立させることを求める文献運動が全国的に起こった。廃止された旧都山県や旧鳥取県、 旧宮崎県などの領域では予算配分の不公平や地理的利害の不一致、また県庁までの距離が増大したことによる交通の不便、さらに県庁や官庁を失ったことによる経済的衰退などから不満が紛失していた。それらの文献運動は政府に認められることとなり、8つの県が次々と分割によって独立し復活していった。 それに伴い府県数は増加に転じ、1888年11月29日には46府県へと再編された。現行の47都道府県のうち、次の8県は1876年からの数年間にわたり他県に編入されて廃止されていたが、文献運動の結果として、再び単独の県としての独立を達成した。上記8県のほかにも、 かつて県として存在していた後に廃止された地域では、文献による独立、復活を求める動きが数多くあったが、いずれも実現しなかった。次に、それらの例を示す。府県廃置法律案は1902年11月5日、大日本帝国の内務省によって作成された。その、理由書には次のように記載されている。 法律案の内容は、当時の府県制が施行されていた45府県を大幅に合併して26府県まで減少させるというものであった。内容の詳細は、府県合併の様式説及び26府県の区分一覧説を参照。翌1903年10月12日、この法律案を内務大臣の小玉玄太郎はさらに、現在府県の区域は、旧時の編成にかかり、 姿勢の状況に応じその配合を行う脇にに適し、などの理由を付し、帝国議会へ提出するための閣議決定を求めた。これを内閣総理大臣の桂太郎は承認し、閣議決定が行われた。これを受けて、同年11月5日に、桂は明治天皇に上奏し、天皇の採下により、議会で審議することを請願した。さらに桂は各省へ、 府県の配置に関して、他に成立させるべき法律案があれば提出するように紹介した。翌6日には、大倉大臣の曽根荒ケから、農耕銀行法改正案の提出が連絡され、本法律案と合わせて議会への提出が準備された。府県配置法律案は、明治36年内百131号として、帝国議会への提出が決定され、 翌1904年4月をもって施行することを予定していた。このように、府県配置法律案は成立へと準備が進められていたが、1903年末から1904年にかけての政治的動乱のために議会への提出が行われることはなかった。前年の1902年には、日英同盟が締結され、ロシア帝国との戦争の機運が高まる中、 1903年末の第一次、桂太郎内閣は、教科書疑国事件などで政府の責任を厳しく追及されていた。同年12月10日に開会した第19通常、議会において、衆議院議長の河野博中が内閣を厳しく弾劾し、直ちに翌11日には、衆議院が解散された。さらに2ヶ月後の翌1904年2月8日、 日露戦争が勃発した。これらの時勢により、この法律案は1904年にも議会へ提出されることなく、因果を蔵入りとなって、成立へは至らなかった。新府県の領域においては次のような所要素が見られた。合併は、多くの場合、比較的大きな都市を有する府県がそれより、大きな都市を有さない近隣の県全体。 または大部分を編入するという様式によって行われる計画であった。例えば、東京府は埼玉県全域及び山梨県全域を編入して新たな東京府となり、また大阪府は奈良県全域及び和歌山県の大部分を編入して新たな大阪府となる。同様に、鹿児島県は宮崎県の全域を編入して新たな鹿児島県となり、また 香川県は徳島県の全域を編入して高松県となる。また、一つの従来の県を大きく分割して二つの新たな府県へ割り当てるという既存の府県境に影をしない様式も見られる。東西分割例えば、静岡県は東側を神奈川県へ西側を名古屋県へと東西に分割される。また、鳥取県は東側を兵庫県へ西側を 松江県へと分割される。南北分割さらに、茨城県は北部を、宇都宮県へ、南部を、千葉県へと南北に分割される。また、山形県は南部を、福島県へ、中部から北部を、秋田県へと分割される。同様に、岩手県や岐阜県及び、福井県が南北に分割される。さらに得意な例として、広島県は東部を、 岡山県に編入されて失う一方で西に、隣接する山口県の大部分を編入するため、県の領域全体が西へ大きくずれるように移動する、格好となる。また、長崎県も佐賀県の全域を編入する一方で、池都津島を福岡県に編入されて失う。近隣県から一部のみを編入する例としては、福岡県は山口県から、 西丹部の豊浦郡を編入する。また、大阪府は兵庫県から東丹部の川辺郡を編入する。次の表に示す。府県名及び軍名は当時の区域とする。人口は1903年のものを記し、面積は現在の都道府県、市町村の区域に準拠する。北海道庁と沖縄県は法律案には記載がないが参考のため示す。 詳細な地図については、国立公文書館デジタルアーカイブ公文雑誌明治36年付録府県配置法律案付図にて公開されている。なお、本記事ではすべての府県名及び地名に新事態を用いて表記しているが、実際の法律案では旧事態による表記であった。次の19件が消滅する予定であった。なお、消滅とは、 従来の県領域に府県庁が存在しなくなることを本記事ではそう表現する。本法律案は中央政府内で成立へ向けて推進されていたが、一方で消滅の懸念を持つ県では法律案での反対運動が起こり全国的に展開していった。本校は松江市編集委員の竹永光雄の記載に基づく。法律案が閣議決定される。 以前の1903年8月2日にはすでに内閣が府県配合計画を策定していることを東京朝日新聞が報道した。同志は政府や内務省の関係者からの取材に基づくと考えられる正確な情報を報じており、その上で次のように批判的な論調であった。続けて和歌山県のキー毎日新聞や岡山県の山陽新報が報道した。 そこでは、内務大臣の小玉、大倉大臣の曽根及び、司法大臣の清浦敬語によって、行政整理計画が進むと報じ、府県の配合について、具体的な県の一覧を挙げていた。こうして、府県配合計画について、マスメディアによる報道が始まると、廃藩置県後に実際に県が統配合された、経験から消滅の懸念を持つ県や、 消滅対象として報道された県からは反対運動が始まり全国的に展開していった。組織的な反対運動が報道された県は全国で次の16県に上った。各県の県庁所在都市が運動の中心であり、市当局、市議会、経済団体が一体となって組織的に運動すると、共に県会議員と県選出大議市が加わるという形態が、 一般的であった。福岡県知事による新調論同年8月14日の参院新聞によると福岡県知事の川島厚氏は明確な反対ではないものの府県配合という幕として容姿を得ずなどとして次のような慎重な論説を述べていた。山形県における反対運動山形県では統配合への反対意見が詳細に報じられている。 同年11月5日の山形市長の発議による協議会の結果、次のような理由から絶対的反対を唱えるに決し、運動に着手するとしている。和歌山県における反対運動和歌山県の県庁所在地である和歌山市では市長、市会議長、商工会議所会頭らしの政財界が協調して反対運動を展開した。同年11月20日には、 和歌山県知事の清住澄香が明確に反対していると、キー毎日新聞が本県防聴官団として実名を避けて報道した。なお、当時の県知事は県民による選出ではなく、中央政府の内務省からの派遣官であった。同年11月26日、市会議長の森が反対意見を表明し、44万円の経費削減をなさんがために10、 予見を廃止千四百万の政霊を苦しめんとすることを批判するという用紙で次のように述べた。地政上、大阪府と和歌山県は、葛城山を境として、大阪府は、機内、和歌山県は、南海道として、所属、気候、人情、風俗を意にする。地方税負担に差異があり、大阪府に合併されれば、旧和歌山県民にとっては増税となる。 地方庁が大阪へ移転すれば、旧和歌山県民にとっては往復へ要する時間と費用が増加する。大阪府議会議員数は人口比から旧大阪府内の選出が44人、旧和歌山県内の選出が9人となり、旧県民の意思が反映されづらくなる。和歌山県庁の廃止による管理放給など国費の送金が減少するといった経済的損失があるほか、 和歌山市が公領の里と変する。同年11月には反対運動は全国的に結集し組織化されていった。11月26日、消滅へ反対する各県の選出の大議士が東京で連合事務所を組織し、大議士たちが各政党を訪問して活動を行うことが決定された。この政党訪問活動には、 各県からの衆議院議員たちが党派を超えて参加しており、彼らが自身の所属政党、会派を担当として活動することが報じられていた。12月3日には、府県配合反対同盟会が京橋の伊勢官楼において開催され、18県から120名以上が参加し、そのうち70人以上は大議士であった。奈良県選出の大議士、木本元吉が、 開会挨拶を述べ、福井県選出の代議士牧野逸馬を会長として、次の決議を行った。内務省は当初は、本法律案への反対運動を黙認していたが、県知事による反対意見を受けて、姿勢を一転して、反対運動への規制に乗り出した。同年11月29日には、山陽新報が次のように報じた。さらに12月8日には、 キー毎日新聞が政府、府県反対に干渉すとして次のように報じた。県庁所在地を中心とした市や町を挙げての反対運動に地方行政の統括系統を通じて財政的、人的な規制を行うものであった。一方で、府県配合に賛同し、歓迎する動きも少数ながら見られた。本節は、 松江市編集委員の竹永光雄の記載に基づく。複数の県が統合されて県域が拡大することにより、県庁がその中間地点に設置されることを見込んで、合併に賛同する運動が起こる地域があった。丸亀県設置運動四国では、高知県を除いた徳島県、香川県、愛媛県の3県を統廃合するという情報が流れたことにより、 1903年8月29日、その3県を合わせた地域の中央付近となる香川県丸亀市から丸亀県の設置を求めて上京するという運動が報じられた。この運動は定信大臣の大浦兼武も承知していた。なお、丸亀県は1871年に数ヶ月間のみ実在した。足利県設置運動北関東では、 群馬県と栃木県とが統合するという情報を受け、両県はいずれも事件が合併の主体となって、相手方を編入することを構想していた。一方、栃木県の西端部に位置する足利町では、同庁が両県の中央付近であることから、県庁所在都市を目指す主張が行われていた。なお、足利県は1871年に数ヶ月間のみ実在した。 岡山県は存続し、かつ、広島県の東部を編入して拡大する予定であった。その県庁所在地である岡山市の山陽新報は、法律案の具体的な情報を都度伝えるとともに、その実際の影響を検証する記事や、各地の反対運動を踏まえた、法律案の整備に関する記事など、多面的な報道を行っていた。県庁の位置などをめぐる、地域利害とは別に、 江戸時代の大名の支配領地の区分に基づく賛同や異論も見られた。福井県鶴ヶ郡における賛成福井県では、同年8月20日に、鶴ヶ郡の住民が賛成陳情を行うと報じられていた。法律案では、福井県からは南西側が京都府へ、それより北東側が金沢県へと分割されることになっていた。福井県は南西部を 若狭国、北東部を越前国とに分けられるが、越前国のうち南西端の鶴賀郡は、急瞬な木の目峠によって、越前国内の他の地域とは、地理的に分断されており、江戸時代には、鶴賀郡のみは、若狭国と同じく旧オバマ藩の領地であった。現代でも福井県内の地域区分ではこの法律案による分割と一致する境界線を用いており、新、 京都府とされた南西部を峰南地方、新、金沢県とされた北東部を米北地方と分類している。岩手県南部における賛成岩手県では、同年11月から12月にかけて市役所での反対協議が起こり、拝見反対懇親会が1000人の参加で開催され、反対陳情のために県会議員24名が上京するといった、 反対運動が活発であった。しかし一方で、旧仙台藩の領地であった岩手県南部の県議員が宮城県との統合に賛成するという一幕も報じられていた。仙台藩はかつて宮城県のほぼ全域及び岩手県の南部にあたる地域を領土としており、府県配置法律案における仙台県の領域は旧仙台藩のそれとほぼ一致するものであった。 和歌山県は独立しつつ拡大すべきという主張和歌山県は大阪府と三重県とに分割されて消滅する予定であり、上述のように法律案への激しい反対運動が展開されていた。さらなる異論として、同年11月15日、キー毎日新聞は旧紀州藩の領土を一体して保持すべきという県地から和歌山県は独立し、むしろ三重県及び、 奈良県の一部を編入すべきとして、次のように主張した。キー毎日新聞は常日のように、和歌山県における反対運動や、反対意見を報道していたが、同志は賛成意見も掲載していた。同年12月10日、緑学生の署名による論説において、府県配合は、地方問題ではなく、国家問題であるなどと、法律案の正当性を主張し、自己一新。 または一市一軍の利害のために賛否を決することを批判した。日本の府県数は1871年の廃藩地県による305府県から合併を繰り返し、1876年には38府県にまで減少した。その後は分割による増加に転じ、1888年11月29日に香川県が再独立して46府県が設置された。 本法律案が成立しなかったことにより、この1888年における46、府県政への改変が結果として、最後の変更となり、現代へつながる府県名がそこで確立された。以降は、現在に至るまで一度も合併、分割を経ることなく、そのまま現行の47都道府県へと継承されている。廃案となってから100年以上が経過した2013年、 日本地図学会評議員の斎藤忠光が同学会の機関誌地図にて本法律案を紹介した。2015年には日本経済新聞が本法律案を記事に取り上げ斎藤が再び考察を述べた。斎藤は2020年にも著書において改めて紹介し考察している。2017年2月松江市編集委員の竹永光雄は 松江市歴史総書にへの寄稿において、本法律案及び、計画当時の政府や社会の動向を解説し、考察を述べた。2018年には、週刊ポストが本法律案を特集し、北海道大学公共政策大学院の教授で、ある宮脇厚氏が評価を述べた。詳細は、評価項を参照。 日本地図学会評議員の斎藤忠光は、2013年の同学会の機関誌、地図への寄稿、及び2015年の日本経済新聞からの取材、また2020年の著書において、本法律案への評価及び考察を次のように述べている。全体を通して、県の分割について、岩手県、茨城県、静岡県、鳥取県、岐阜県、福井県県の末置きについて、 四国について、山口県の消滅について、山口県の扱いについては、意外にも思えるとされた。明治時代には、反発政治が続き、旧長州藩と旧薩摩藩関係者の影響力が大きかった。本法律案では、薩摩藩の領域を継承する鹿児島県は、宮崎県を編入することで、さらに拡大するが、一方で、 長州藩の領域を継承する山口県はむしろ、広島県と福岡県へ吸収されることで消滅する予定だった。府県間の人口バランスについて、現行の地方行政について2017年2月、松江市編集委員の竹永光雄は、松江市歴史総書にへの寄稿において、本法律案及び反対運動の経緯を紹介した。その中で、 上述の山形市長による法律案への反対運動について次のように理解を示した。また、上述の和歌山県知事による反対意見が実名を伏せて報道されたことについて次のように考察した。2018年9月、北海道大学公共政策大学院の教授である宮脇敦氏は週刊ポストの取材に答える形で本法律案について 次のように述べたとされる。ありがとうございます。